さあそれでは、はい、1月7日、はい、今年初の、はい、ヒトスリーサード東大戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いいたします。さあ本日、はい、フープレーションカップ前ということで、はい、直前ですね。直前で人が多すぎたため、はい、あの全員多分エントリーされてません。はい、そうですね、はい、なんか来てるけど書いてないっていう人が、はい、結構いますね。のじ合いいっぱいやりたいっていう人が。そうなんですよね。だからやっぱのじ合いしたい人もいるかもしれないんで、はい、ちょっと大会前なんでね、はい、今日は自分から名前を書いた人だけエントリーしております。そして17対17か。そうだよね、17対17、ね、今日1人増えてるそうって言ってる前に高井さんが1ラウンド目取ってます。そうですね、やはりそう海外勢が今日いっぱいいるんで、はい、海外勢同士で当たっても、はい、面白くないなと思って急遽、はい、あのリーダーを先方に持ってきました、はい、その配慮がとても苦しい。さあ多分海外勢まだあのタルバインさんの連携知らないと思うんで、はい、タルバイン連携がねやはりこのバーサス東大戦のこれですね。ラウンドアーチの後の EX マレットタルバイン連携ですよ。です、ね、これをあの体で覚えててほしいですね。はい、そして国に帰るんだなと。苦しいけれどもお前にも家族がいるんだろうと言ってやるって言ってましたね。お、言ってる間にタルさん勝った。やっぱね、初見殺し初見殺し同じキャラなんと。これはここできついですね。登場がダニエル、ダニエルさんのオロ。さあセコンドにはジャロさんがついてます、はい、これはあのラウンドアーチ振ったらマレット飛んでくるからっつって、はい、気をつけろって壊しガードしたら投げてくるからと。ああそうですね、多分あの日本語で言っても多分伝わらないと思うんで、はい、非常に悲しい結果になるかもしれないですが、ですさあ頑張ってほしいダニエル。ああさあでもさっきはみなぎってますね。もう中盤ですね、押すボタンがやっぱ強いボタンはこれだよっていうのは、はい、そうですね、多分もう台形振ってればいいんですよ。台形このオロ使い共通の中パンチが強いよ。あの後ろから台形当たんない。台形当たんねえんだ。台形当たんねえんだ。台形当たんな、何振ったらいいんすか。タッチ中パン、エレナには近づいちゃダメなんですよ。基本的にゲージ溜まるまで。あ、そうなんだ。さあゲージ溜まったよ。でもゲージ溜まったらもうこれはラッシュかけて2択で突っ込むか、あとはもうダッシュ投げか。あ、こんな感じ。さあここで、あ、こんな感じですね。でこっからの2択。やべえ、タルさんがあの2択を立ちガードした、はい、立ちガードした。いやタルさんあれ結構ずっと立ってんですよね。嘘、後ろ入れっぱ。あのユリアンの画面端であのエイジスリフレクター貼られても、はいはい、大抵起き上がり立ってます。そう、もう老人ですね。さあこれはうわ使っていく。ここはしっかりってるやるよ。だがここの中段が引っかかって、さあファイナルラウンド。これわかんないよ、ワンチャンゲージが。これはダニエルのゲージが致死量に達してるな。これさあバインさんもちょっと近寄りがたいっていう感じが出てます ね一撃で帰ってこなくなる。これ攻めっけ出すと辛いんですかね、オロが、うん、お、打ち切った。やる、いつものやつ。マジかよ。おさあ出ます、マレットが潰れた。投げて弾を発動で、ここはクイックが取れないで、そのままもう一回固めて。エレナのジャンプが強すぎてやることがない。エレナのジャンプ強すぎですね、これ。さあゼロドット辛い。おっ、しゃがみ中盤が置いてあって、さあ続きまし て、タックス、タックス、タックス。さあわからない 2P チーム3人目タックスエレナです。さあタックスさん、ちょっとそろそろ止めてほしいな。タックスさんそろそろ止められるか。なんでかっていうと次私なんですよ。嘘、やりたくない。やりたくない。嘘、やりたくない。大丈夫、頼むぞ。キャラ差を頑張りで埋める、それがサードストライクだから。そうですね、確かに辛いかもしれないよ。辛い、キャラ差は。キャラ差は辛い。でも俺たちジャックキャラは頑張って相手を倒すっていうことを目標にしてるからさ。はい、さあここでいいよ、いいよ、いいよ。パックスのラウンドアーチがやたら当たり、ね、壊しの後絶対投げだからね。おお、さあちょっと
仕上がってます、タックス先輩。さあ、ゲージ4、2マックス。さあ、タルさん、ちょっと。おっと何が危うちだったんだ今。ね、何読みだったんだろう。お、これは。ガードしているガードしてた。さあ、こっから。そして自分は EX コンボ。さあ。これは、あっと、これはヒットだけにミス。バイリンさんにゲージがあるぞ。さあ、これです。ちょっとあれですね、タックスのプレッシャーにやられて今手元がちょっと狂ってますね。バインさんもプレッシャーにやられてきてるちょっと手元が今狂ってしまいました。だがこの体力状況はもうどっちも、あー着地に置いていた。さあやる。そしてここでアリロ、アリロ、アリロ、最も難しい入力が EX 技だと言われております。そうですね、全ての EX 技が一番難しい。ずらし押しとかそういうんじゃなく、はい、一番難しいのは同時押しであると、はいはい、ね、コマテク、はい、富永さんが言っており、ま、ね、2つね、はい、ボタンを同時に押すだけなんですけどね、はい、なぜなかなかに、なんでだろう、なんでですかね、出ないというね、 EX 剣が出ないと。そう、 EX 剣出なかったら誠そのまま帰ってこないですからね。そうですね、ごめんっつって EX 下ろしがノーマルになった瞬間もすごいイーってなりますよね。ちょっとね、あれ萎えるんだ本当に。やばい。さあここでさっきから全部取るんですけど、ちょっとなんかそうだね、落ち着け落ち着け。お、うまい。まだヒーリングがあるんだ、溜めればヒーリングがあるんだ。お、お、ちょっとブロったけど、うまく逃げた。いいよ、落ち着いて落ち着いて。いやー、この状況やばいよ。だけどこっからあそこであの台形こするっていう、その発想がやっぱ、お前投げやろみたいなマジか。 EX ライの方で最後は突っ込んでいった。こういうの無理っすよね、あの状況、体力もないし。さあ、しっかりガード。これさっきからすごい取るんですよね。あー、もうしっかりブロが仕込んであると。空中2段うまい。あ、これはサード史上最も厳しい組み合わせと言ってもいいかもしれない。いろいろ組み合わせあるけど、これは辛い方だと思います。さあ、辛い、辛すぎるヒューゴ対エレナ。きついです。こうし、うっ、さあ、さっきから機械を上がってブロってるんでしょうけど、入れて回してるんだけど、ね、ちょっとうまく出ない。そんな感じか。ブロは、ブロうまかったけど、ブロうまかったけど、エレナだった。柴田さん、俺です。あれ、え、まさか、まさかの、まさかの、まさかの、いいですか、柴田さんです。これは、これはもしや、ま、柴田さん封印解いたのかな。封印ですかね。俺が、ね、いや、俺は本当はネクロ使いなんだ。そうそう、という俺がネクロを使ったらゲームが終わるから、あえてネクロは使ってなかった。普段はツールブで封印しているんだと。マジか。これは全く情報ないですね。全く情報ないです。さあ、それはトゥエルブだと思った。さあ、チャット勢のみんなも、これは柴田さんといえばコピートゥエルブが出てくるもんだとばっかり思っていた、はい、さあ、ここでまさかのネクロ。これはマジわかんねえ。ちょっとタックス君もやりそうにしてが、ヒーリング、うわ最強。えげつない、なんで体力回復するんだよな、これは。まあ、しっかり我慢していくが、でももうこの体力差をひっくり返すのは行くしかない。さあ、ここのいやー、しっかりこういう時はリバサで EX 出るんですね、タックス先輩。こういうとこなんですよね、持ってるか持ってないか。先輩出ますね。先輩の同情手うまいな、リバサで。さあ、ここのラウンドは、まあ、ゲージ、まあ、電磁、そっか、あれな、SA1 だとビリビリで、超電磁ストームってやつですか。どういう使い方になるか、あ、まあ、割と、ね、反撃、なんだろう、あれ、うわ、ネクロは飛びがゆ、あった、ね、ここですね。やっぱり対空で使うか、守り目で使っていくというか、ただちょっとスタンチがね、そうですね、回復されるあんまり行かないんで、体力も回復、まあ、ネクロ画面端に押した時のスタンチの高さのは、ね、いい技いっぱいあるんで、そ
それをスネークじゃないということはうまいとこ使っていきたいですね。なかなか戦い方考えなきゃいけないかもしれないですけど、はい、ゲージが短いんで超電磁いっぱい使っていかないと、うん、ヒーリングに負けちゃうんじゃ。そうだね、向こうの方が。そう考えるとビリビリ当ててもヒーリングで回復する量の方が多いまであるかもしれない。やばいっすね。やばいで、これだってしかもこれ最悪ここでヒーリングでもエレクトリックがないからマジでこれSA で追っかけらんない。そっか、ビリビリであの咎めらんないのか、うわぁこれは寒い。これちょっときついんじゃないですか。これは寒い。逃げるよワンちゃん、残り時間が。よー、そして逃げると見せかけてダッシュ投げ。タクスやる。続きましてベン、ベンさん、ベンユンのベン、さあ取り返して登場がマンピーが4人目ベンさん。ベンさん、さあベンさん久しぶり。多分前もね来た、俺のこと覚えてた。ベンさんよかった、味方で会った時に挨拶っていうかハローみたいな。あ、本当。はい、おさあこっからとりあえず発動してて、これをベンさんはですね、うん、あの去年というか前回のクーペレーションカップのははは、あプレの方でですね、ユンチームがなぜかユン2人しか集まらず、うん、ブレンドで3人っていうチームの中の1人がベンさんだったんですよ。そうだったのか、はい、今年は5人チームユンでかな、揃ったのかな、組めたと思うので。あ、はい、今年は揃ったんだ。今年こそはという感じで。あ、よかった、今日 VS に来てくれたと思います。よかったですね。さあそんなチームメイトも決まったベンさん、わあ対空で空中にいる時にマレット当たる。いやあっ、あっと、これはちょっと出しちゃった。さあこれはタックスさん、これゾーン入ってますね。もうすごいですね、押す技押す技全部当たるというね。そして方向を入れれば全部ガード。さあだが旋風旋風最強。さあこれは意外と面倒くさそうだ。ゲージが溜まればと思いきや、さあ危ない、なんとかしのいで発動。さあ発動、さあこっから近づいてって崩せるか。さあ前方入って、わあここはちょっと絶勝まで。おさあまだわかんないぞ、わかんないぞ。あ、しっかりガードしてるよ。ここる、おお昇竜拳に勝った。できる、見えてきたぞ。できるっつうかあの大激手強すぎたろ。さあさあこっから繋いできっちり繋いでいった。できるできる、やります、ベンさんやります。さあファイナルラウンド、わかんないがゲージがここに来てベンさんがないがもう8割9割。さあとりあえずここで発動していくか。さあどうなる、さあいった、離してった。でも減塩の時間は残ってたけど、ダメ。はこれいい勝負ですね、いい勝負ですね。先にとりあえず溜まりそうだが体力リードはエレナ側もワンチャン狙ってますね。ガード硬い、さあ硬い、ちゃんとタックス先輩、タックス先輩ボタン押さないんすね。ベンさんもしっかり昆虫採集用に下風呂入れてたんですけど、おーマジか、減る。 EX リンクスティール、 EX リンクスティール、あー、ハンター93的な話じゃないですか。これはエレナ、まあでも色強いですね、色強いですね、はい、これ2フィガーになるともっと強いやつですよね。確かに。さあさあこれは全く情報がない、ただダッドリーだからわからない、全く情報がありません。まあ、お対空がしっかり見えてます、ね、さあ投げが通って、おだがここは仕切り直してって、さあ上から行きたいところなかなか飛びが通らないハンターさん。そしてこの地上で、おいいですねタックスさん、あーおーっと当たんなかった、当たんない、お暴れてく、あーここは勝負に行ったがガードしている。さあハンターさん笑ってます。
楽しんでゲームをやっております。体育うまいですね。上からハンター、うわマジか、ちょっとヒヤッとしたが、うおマジガードしている、あれガードしてるんですか、マジでどうしちゃったの、あっとまたガードしている、あれは確定ではないかもしんない、もしかするとキャラ限かもしんない、おうマキャベリー、マキャベリー、これはちょっと国際問題になるかもしれないですね。さあ6対3、そうですね、マキャベリーさんの、マキャベリーさん、マキャベリーさんはもう昨日のフリップからずっと、はい、ニュートンフリップからもう今日の今回のクーペのために、確か日曜日もワンちゃんフリップからいたのかもしれないな、はい、バーサスフリップから今週1週間ずっとマキャベリさんはサードやってますよ、はい、だからそんなマキャベリさんなら何とかしてくれる、さあ5決まって、さあ球を置いとくが、だけど合気の体力少ないんで、ナイスガードだ、おだがちょっと近づくのも恐ろしい、おお、これはガードが間に合って、さあこの、おお上が見えてる、しっかり上を見てます、さあだが波動、まああの状況を重ねるのちょっと難しいのか、おもう一回、おあれが近いと裏返るんですよね、ぶんぶん足を振り回しております、おフォアフォアフォアからしっかり、フォアフォア、これはおお繋がってるやばいノリノリだ、やべえな、マキャベリーノリノリだ、おお竜巻で暴れていく、さあここはしっかりタックスを倒せれば、さああとはもう危ないことはしないとばかりに、だがタックスにリマックス怖い、おおやるできる、さあエレナを倒した、やっとタックスさんが敗れた、次番長ですね、そうだね、よしラップでリーダー番長、番長これ S Aは1ってソニックブレイクの方ですよね、ソニックの方なんでこれはどうなんでしょう、この SA チョイス、大きな SA とかに限らず、はい、なんか全部安息のイメージがあるんですけどね、そうですよね、使い分けが我々にはちょっと、まあ、使ってないんで分かんないですけど、多分そこやっぱレミ使いならではの、なんか色々あるんでしょうね、高度な駆け引きがあるでしょうね、うん、我々はそのジャックキャラ使ってるんで、そうですね、1% でも勝率を高めるために、その片手この手でやってるわけですね、なぜこの SA を選ぶのかみたいなっていうのはやっぱ日々研究しておりますから、はい、1% でも勝率を高めるためにいろいろ、そうですね、涙ぐましい努力の結晶が、はい、多分この、わかりました、もう結構です、えこのラウンドは、うまい、いい感じで止まれみが走れ、あーっからの、うわこれは入らない、間に合わない、でもあと1回ですね、お互いに、さあぐるぐる回ってたけど、ここはしっかりサマーでちゃんと対処しましたね、画面見てますね、はい、さあファイナルラウンド、さあ大パンからサマー、さあ壊し壊しと、あの壊しは画面足で削ってますよ、うっやる、そして2マックス、これはこれは安全に押し返しましたね、シールドとして発動してた、おおやばい、わかんねえ、マジわかんねえ、集団削って、あーこれは対空になってる、拾ったマキャベリさん
惜しかった。ちょっと差がついておりますけど、ワンビがヤチ君、チュンリー、KOF 勢の最近のやつさんです。頑張ってます。最近かなり KOF 勢なんですけど、はい、まあ、かなりやってますね。そうやった、相当サード、まあ、今回クーペも出るということで、はい、相当やり込んでるみたいです。今日も期待したいところですが、そうですね、もう KOF 勢といったらもうね、プレイヤーのポテンシャルは高いんで、そうですね、はい、早い展開のゲームですから、やってますから、はい、スタートも早いですからね、はい、このあたり合ってるかもしれないですね。ただしかしこのレミというキャラとの対戦経験となると、ちょっとね、相手がちょっとレアキャラなんで、おでもあちゃんとそれはね、釣りなんですよ。ちゃんと入れてます。はい。素晴らしい暗転返し。さあ、なんとか挽回してほしい。でもあれどうなんですかね。最速反応じゃなくて、あえて遅らせればスパキャンできないフレームになんか刺さったり。どうなんですかね。暗転向こうの砲翼の暗転中に入れ込むとか。どうなんすか。うん、遅めに光ればいいような気がするんですけど、まあでもちょっとわからないですね。わからないですね。うん、おお、クラスの生百列。さあ。はい、アーチ君が取り返して。はい。さあ、ゲージ除去はちょっとレミの有利かですね。シャソニも。前田池でかわしていく、はい、ちゃんと対策はしてますね、はい、やったことあるっぽいですね。そうですね。さあしっかりしてガードして投げる。若干のリードはレミガーですけど、でもまあ十分のゲージを今作ったんでね、 あとワンチャン、はい、中足を差し込むだけの簡単なお仕事は行くかどうか。チュンリーも焦る必要はないですね。ゲージが止まってしまえば、さあさあ下風呂からの SG これまだ残るが、さあその後の置き攻め投げでーす。さあ安田勝利。さあ続いてはトバちゃんの次はどれだ、誰だ。さあ来ました、来ました。KOF でその人と知る、プレイヤーさん、ヤツさんと、はい、バーサスでおなじみの、はい、ドライさん、ぐるぐるドライさん、この組み合わせが果たして実現しました。実現しちゃいました。なんと、はい、ヤチ VS ドライ、はい、どこの大会でもこんなカードはないです。はい、今日大吉ドライってことなんですよ。大吉ドライですね。もうお正月なんでおみくじですね。さあ大吉を引けるかどうか。さあ引けるかどうか。さあちょっとここで難しくなってくるのは、ヤツさんが果たしてヒューゴーとどれだけやっつけるか。そうですね。ただね、この間団員戦で、はい、飛ばやつにドライっていう初段から三段の。あ、結局対戦経験はあるんですね、ヤツさんは。なるほど。あるんですけど、やっぱりガードしてこれ、これですね。回してどんな状況でも回してる、これがドライヒューの。さあ今日もね、今日も回してます。今日お正月なんでいつもより多めに回しております。ドライさん、ガッツポーズしてないで、はい、画面見てください。はい、お正月です。いつもより多めに回しております。おめでとうございます。じゃあ今度決まったらみんなでおめでとうございますね。はい、さあファームミート、ミート。さあおめでとう、おめでたいゲージが溜まったぞ。おめでたいゲージが溜まりました。さあこれ全部回されてますからね。はい、回されてますからね。危ないですよ。さあこすった、これは、ね、さあしっかり見ていた、やちゅういちゅんり。さあゲージ溜め直しに。さあワンチラウンド取ってますからね。ここからまた仕切り直しで、はい、さあただまだこのラウンド諦めてない。さあ中足はしっかりガード。さあ透かし投げもきっちりグラップしている。
おっと、さあこれでゲージを使ってラウンドを取り返す。やる。さあファイナルラウンド。これもう先に使った方が勝つんじゃないですかね。さあポイズンを呼んで体力増やしていく。はい、さあめでたいゲージが溜まりました。溜まったぞ。中央線当たってるが今出してもちょっと怖い。これはもう圏内までやっていきたいですね。さあ投げ、投げを溜めて、さあ追い詰めた。肘肘で潰れるのね、あれ潰れるんですね、あれね。さあ、あからさまですよ、あからさまのリープですよ。さあ、もう、回してますからね。完全に回してますからね。さあ、ミートが通って大き攻めは、さあ、まだ上がらない、わかんない。さあ、投げてさあ中足かな。さあ、いや、あ、ごめん。あなたの出番よ。さあ続いて登場バルニャンさん。はい、バルニャンさん8人目。さあドライさんが大吉から中吉になりました。格下げですねこれは。何か運の悪いことがあったんでしょうか、はい、運の悪いことがあったのかもしれない。先ほどの戦いの中でなんか PA すげえしまくって、はい、めっちゃ硬くなってたよね。PA で運使いまくったんだと思います。あ、なるほど、そっからか。さあ大吉から中吉。やりづらそうですね、で、もう向こうはゲージが溜まっててこっちは全然ゲージがねえ。ちょっと注目していきたいのはですね、はい、バルニアさん暗速選んでるんですよ。なるほど、はい、これはセオリーとしてはどうなんですか。やっぱりこれを狙ったりですとか、あとは着地に更新暗速とかやるのにいいんじゃないかなと思うんですが、これヒューゴー、はい、ちなみに番長は、はい、ヒューゴーと対戦する場合はフンヌ、時と場合によりますね。だいたいフンヌなんですけど、あ、だいたいフンヌなんだ。だいたいフンヌなんですけど、YSB さんはフンヌ使ってもだいたい全部ブロッキングするんで、じゃあ人によって選んで使うと、はい、さあアザース出ました。あとは置き攻めを、はい、火置き攻めの時に、うん、フンヌだと発生保証あるんですけど相打ちになっちゃうと止まっちゃうんですよ。なるほど、その時に暗速が立てるんで、 あ、これ死にますね。さあ、アザース出ました。あ、ギリギリかな。さあ、ゼロドット残って、ここは中吉、中吉なんてもんじゃねえ。そんな、あとは意外とヒューゴ戦台形が機能して、え、今振ってるあれか、あれかな。お、ここで使っちゃう、使っていく。あった、あ、走ってきたところに今のはちょっと取っときたかったかな。中足が置いてんの、小足か。さあゲージを吐いて破れた。でもまあ勝負どころと見たのか、使っていくということは。さあうまい。 あれ入んない時あるんだ、はい、これからサマーが入らない時。あ、そうですね、当たりどころが悪いとサマーが入んなかったりしますね。お、結構でかいから遠いところでも当たっちゃうんですよ、ヒューゴ。あ、このしゃがみダイパンが。はい、そうするとちょっと遠すぎてサマーが入んなかったり。さあ当たってる。でか、あ、今の立ち台系の使い方とかが結構、はい、ヒューゴ戦やっぱ肝なんだ。肝というか基本的にデミガードリーチの方が短いんで。なるほど、はい、あれをあやる、ちょっと遠ざけたいときに使ったりしますね。さあしっかり上を見て落とす攻撃にも保険をかけていくバルニャンさん。これはブロレレバ、やはり中吉だった。中吉でした。中吉では無理だったブロッキング。弟さん、弟さん、さあ、はい、ここで登場が北海道からお越しの、はいはい、弟さんですね、はい、大喜利でおなじみの弟さんでございます。丹田でおなじみの弟さんです。はい、丹田でおなじみ。それで北海道からね来てくれただけあって白い恋人いただいておりますね、はい、皆さん、はい、後で召し上がってください、はい、白い恋人ありがとうございます。さあここからの東西線の提供は
石屋製菓株式会社の提供でお送りしております。はい、職人ありがとう、職人ありがとう、職人ありがとう。わ、これはさあ、じゃんけん、じゃんけんスパーク勢ですね、これは。あ、タンデンでレミー殴るとすごいことになりますよ。これで運ゲーに、運ゲーになるんじゃない、あれね。今カラクサ食らったら、はい、あの中間一発食らったぐらいなくなりましたね。ゴリッと減るからね。おっかないよ。さあ、なんかさあ、いいラッシュをかけてるぞ。立ち上がります、ディープに対して。うまい、おっ、おっと、早い。さあ、これは膝安息が、おっと、おっ、はい、これは運がいい。あれね、しゃがんでると逆に出ちゃうんですよね。ですね、レミ裏回っちゃうんだよな。さあ、ここは勝負かける。うわ、怖いよ。おお、ここはサワーがしっかり溜まってた。できる、食らいながら溜める勇気。さあ、ファイナルラウンド、これはゲージ状況的には有利だけど、相手誠の火力があるんで。そうですね、しかも丹田です、丹田の火力が怖い。さあ、どうなる。まあ、ゲージがなければそんなにと思いきや、さあ、これでやばいこと。さあ、迷ったんでしょう、 EX 吐くか丹田に使うか、はい、あんまり近くに行くと丹田発動されて、うわっ、あった、おー、暴れていく、暴れていきます。はい、今の発動タイミングじゃないのか。前風呂入ってて、中間発動、つながった、つながったの、つながってる、あれ、つながるんじゃないですか。あの、ガチの丹田使いだから、こっちもガチでやらないと。さあ、これは負けられない戦いかもしれない。最初に早くで攻めた、はい、聖地を選んでますね。でもそうですね、山虎さん聖地を選びました。おお、取った、デンデンからのデン。さあ、EX 入ってきましたね。やった、おー、いいね、小足、小足こすって、そうですね、あ、知ってる人がいる。知ってる人いますね。知ってる人いますね。東武練馬の最終兵器だそうです。はい、東武練馬の最終兵器、ヤマトラ対北海道最終兵器を受賞。切らせるか、最終兵器。最終兵器出させるか、東西戦やっぱ熱いな。よっ、おっ、さあ、このもつれたところ、さあ、下風呂から、わあ、しかも EX が丹田確認ですよ、これが。埋めるとああなる、埋めると丹田で確認される。ヘブン、ヘブンさん、ですね、あ、ブロル、ブロとんないとガードできないんですよね、丹田は。そう、はい、さあ、ゲージを貯めて、それからのアプローチになるだろう。これ、OE でやったことあるんじゃないですかね。あ、ヘブン、OE 確か持ってるはずなんで。あるね、はい、しかも XBOX じゃないですね、ここですね。あ、じゃあ絶対あるわ。おお、さあ、ここからしっかり手前まで、しっかりガードして、うまい。さあ、無理をしない、そしてもう一枚貯めてから、だが、おお、さあ、ここで発動してて、やばいやばい、おお、ヘブンさん落ち着いてますね、落ち着いてますね。あの距離だと多分普通の投げこすりだと届かないかもしれないから、ちょっと歩いて投げましたね。ちょっと歩きましたね。いや、素晴らしい。お、さあ、もつれたところで、さあ、立つタンチがやばいぞ。大パン、惜しいパン、出れない、この画面端から出れない、出れない、出れない、出れない。さあ、立ち中継の打つ距離がうまい。おお、ここはゲージを温存、ゲージを温存していく。さあ、だがお互い2マックス、ワンチャンで終わる。これ丹田を使う場面が出てくるんでしょうかね。使いたいけど使った瞬間にちょっととんでもない事故に巻き込まれる。ですよね、これで、あの、エイジス出した瞬間にエイジス貼られたした、やばいよ、どうしようみたいな、やばいよ。
ユリアンだけはちょっと辛いかもね。おっおっと、うまい。おさあ、とりあえず入ってって、さあ確定。うわやばい。おさあ、だけど入ったか、これは肘が入って、さあ、おしゃれなやつが入っ、ミスったが、おーマジか、パーツライパン、やる。麻婆豆腐さん、さあ続いて登場が麻婆豆腐さんの件。はい、麻婆豆腐さんです。さあ、四川風の麻婆豆腐来ましたよ。辛いですよ、結構辛いですね。おさあ、しっかり確定させてる。さあ、これはあのヘブンが辛口派なのか甘口派なのかがちょっと大事なポイントだと思うんですよ。確かに辛口食えなかったらこれは相当不利ですよね。ただヘブン、あの機関棒という池袋にある、はい、あの辛さと山椒の量を調節できるラーメン屋さんなんですけど、あれ大好きなんですよ。え、あれ大好きで。大好きなんだ。あ、辛口です。辛口、辛口派です彼は。じゃあもうこれは美味しくいただけるということで。美味しくいただくんでしょう。ただ画面見てください。はい、はい、じゃあヘブンさん、ヘブン押されてます。ヘブンさん、美味しくいただけられちゃうよ。じゃあ本日ここからの登場者の提供は、はい、マルミヤの提供でお送りしております。はい、これラーメン屋、あ、マルミヤってあの麻婆豆腐の元のマルミヤか。そっか、そのマルミヤか。あ、なるほど、なるほどね。さあ、麻婆豆腐さん1ラウンド取って、ゲージ状況もよし。そしてヘブンさん、ちょっとこれはちょっと攻めあぐねてます ね、やりづらそうだね、これね、やりづらそう。さあどうする、ここの攻め後しのぎ、あとコアコアはちょっと出なかった。っ今のハイジャンプは、いやー今謎、なんかちょっと跳ねちゃったのかもしれない。なんか出ちゃいましたね、うん、おこれがね、ガードできるかできないかで、まあなんとかここは落ち着いて、はい、相手の動きに合わせてしっかりチャンスを狙っていくヘブン。うわー、あー、アタックルの出がかりが見えたけども立ち上がった。さあ、ダッシュしてきたところにイエスセット。うわうわー、あそこで判断早いっすね。あそこで、うわー、ウエスピア欲望のだけど0ドット1ドット。さあ、危ないことはもうしない。0ドットか、うわ。続きまして、ミノルさん、ミノルさん、なんとヘブンさん情報によりますと、はい、今こちらミノルさん、はいはい、ミノルさんレミなんですけど、はい、四国大会、はい、シングルス戦準優勝までいったと。え、準決、それで、あの沖縄勢の決勝トーナメントかなんかで、沖縄勢のレミの方ってことですか。そうそう、え、うデビルレミ、うん、わお、すげえすげえ。さあさあ、じゃあこれはこの順番でよかったか。さあ、そうなんですよね、11人目、あれしっかりガード。さあ、だがこのキャラさ、ベルティを巻いて、このキャラさを覆せるか。麻婆豆腐さん意外とドライな立ち回り、だがそれがいい。投げ、おお、しゃがむと掴むんですよね。バックジャンプラルム、うわ、なんか潰れた。さあ、このじりじりとした、うわ、今の距離はなんだろう、陣内出なかったのかな、かかと。さあ、時間もない。ゲージがちょっと欲しいですね。うわ、こういうの怖い。さあ、ここでうまい EX こそ投げて、ソニックからの EX ソニック削っていきました。無茶ソリ、無茶ソリ、無茶。いや、いや、先ほどムーサから連絡があったんですけど、はい、もう始まっちゃってるから、始まっちゃってますね。そう、ノーネームっつったらカスって言われました。悪いムーサ、あっと、キュリオジテが。
助かるんですよね。さあでもおここから根性を見せるか。おうまい。そうなんだ。保険をかけていく。どっかから急流落ち手がね。保険。おお、そしてあっという間にこれで体力が入れ替わって。だけどこれは痛い。これはギリ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 。さあ今日ヤクソ丸さんこのレミ強いよ。あやっぱりその強い人がやっぱ知ってるっていうのがやっぱりいいですね。本物ですね。本物のレミですよ。さすがクーベレーション効果。おーうまい。膝から安息入って、ここからダッシュが終わらない。ゲージないけど画面端。おー上に来てる。ここでしっかり早かった。できる。続きましてカイザー、カイザークラウザー、カイザー。クーベレーション前なんで遠方の方が来ております。本日東大戦さあ始め。さあこれはまあでも森にこれはね悪意がないからいいよね。カイザーかクラウザーは ね時々悪意のある人がいるんでね、あのわざと長くする人がいるんでね、これはね、これは別に、ね、名前かっこいいですね。カイザーカイザークラウザー、カイザー皇帝クラウザーみたいな。俺も名前カイザークラウザーにしようかな。ああ、そうなんだよ。あれが近いね。強いぞカイザー、強いぞ。さあ殺しに、しっかり立っている。殺しに行きます。だがゲージがあるミノルさん、体力リードキープできる。じりじり、さあじりじりと。おお、うまい。うまいなー。その球の投げ方がすごいうまい。うわ、さすがに抜けられなかった。さあ欲望のウエスピア、そしてタックルエイジス。まあここはとりあえずを切り返していきます。切り返していきます。さあこっからミノルさん逆転いけるか。下がるユリアンは結構崩しづらいぞ。くぐりしっかり投げてって、さあ画面端に追い込まれる。ゲージも溜まってしまう。おお、マジか。さあゲージもミノルさんいっぱいあるぞ。ワンチャン、うっ、ここの角換、今のタックルガードしてなんか確定はあるのかな。しゃがみ中盤確定です。しゃがみ中盤か、はい。お、さあここから、うわ、ちょっと待って、お互いお行儀がいいですね。やばい。さあここはジャンプから EX2 が、さあ開幕 EX これですね。しゃがみ中盤が確定です。そっか、じゃあそこで中盤で安息もつながる、はい、中盤安息も入る。中盤安息入ります。入る。さあでもゲージ温存したね。まだ勝負どころはここじゃないと、はい、ユリアン体力が多いんで慎重ですね。そう簡単に。うわ、さあやりづらそう。カイザーいいですね、しっかり。PTA が、PTA が強い。うまいな使い方が。やっぱり1本ちゃんと残しながら EX を使うというね。うお、さあテリブ入って、しっかり投げも保険をかけて。辛いぞ。だがエージがここでワンチャンを投げて、ひっくり返るか。お、ヘッドの下に中盤が来たぞ今。さあ逃げた、下がった、逃れた、あら、あ、なんか戻ってきた。オッケー、なんだあれ。ああ、なんか戻ってきて、怖え、運がいろ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 あったぞ。なんかじゃあ米谷さん、さあ 2P チーム9人目が米谷さん。さあ米谷さん、さあギリギリ間に合った米谷さん。あそこで下から取る。
さあどうなる。体力リードしてんのはミドルさん。さあ壊し様、やっぱ暴れるときは壊し様まで打ち切る感じになるんですかね、はい、変な中途半端に下風呂取られるとやっぱサマーまで打っとけばよかったってなりますね。あー、なるほどね。さあこれはサンタ入って、サンタ入って、おー、中足シンク、今のはヒット確認なのか状況確認なのか、なんだろう、打ち込みかもしれない。おっ、ダッシュダッシュから投げて、ダッシュ投げ、さあしっかり拾って体力は大事に、小足を当てて、今最後移動投げですかね。移動投げですね、あれは勝ち弱剣からの移動投げですね。なるほど、ちょっと今広かったな投げ前な、いいキャラ使ってる。おっ下部、円柱剣、おっめくり引っかかんなかった、できる、体力的には、お、金だけ、あ、金だパン、あ、投げが通って、さあこの画面端を、うまく切り抜けるか。さあ米谷さん行かなきゃいけないけど相手の守りが硬い。さあここの近距離ソニックはブロれなかった。ジャロさんお願いします。ジャロさん全部オロ。さあジャロさんです。はい、さあジャロさん追いついてきましたね。ですね、さあここは天敵として、ベビーの天敵としてしっかり捕食してってほしいが、意外とミノルさんのこの攻めが終わんない。カクカクしながら中間中間と、さあ膝から反則が入る、できる、しっかり圏内まで頑張って頑張って持ってってできましたね。チク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 できましたね。そして大本命の膝、画面しか出られないっていう、あー素晴らしいね、やばい、マジ強いなこれは。あれはジャンプコパンなのかジャンプシューパンなのか、あ、まあモーションが一緒だから、そうなんですよ、モーションが一緒で、お、さあ果敢に、多分あれはジャンプコパンっぽいな、コパン、この体力差、うん、わかんねえ やさあこれでジャロさんが落ち着きを取り戻して、あまり無理をしなければミノルさんこれはこのラウンドはやることないかも。せめて死ぬならゲージを溜めながら死ぬって感じか。だがワンチャン飛びが通れば可能性の獣になれるか。さあジャロさんも下がって出てこないが、ここはワンチャンあった、ワンチャン。ただそしてゲージ状況がレミン有利ですね、これはですね、この状況だったら一つ圏内までこの置き攻め、画面端やりきれれば、あっ、おえマジでオロの逃げ性能が高い、ダックシャンプーを追いかけてった、うめえ、おーうまい、さあゲージがちょっと溜まってなかった、感覚してる、完全に昆虫最終モード、まずい、だけどここで石がちょうど発動してるんだよな。あ、さあこれは打ち切った、打ち切ったけど、さあどうなる、マジわかんねえ、あ、中段が最後決まる、名勝負しかなかった、名勝負だった、いや惜しかった。はい、さあ続いて登場浦島先輩。さあ浦島さん、オロ戦はいけるのか。徳倉さんの話だと、はい、なんかいやオロとかいけるっしょみたいな、そんなノリらしいんですよ。なんかこの間言ってましたね。そうそうそう、なんか妙に自信があるみたいな。あの根拠がどこにあるのかわかんないですけど、はいはい、なんか基本的にそういうスタイルらしいんで、あ、 そうそれが浦島スタイルっていう。なるほど。キャラ対
できてないけどしたことになってるんですよね。と浦島さんなんとかするんですよ。なんとかなるだろう。そう、浦島なら、浦島ならなんとかしてくれる。あ、さあ石を発動して、いやー石が出てきたぞ。だから5個だからこれは早い。だいぶ削れましたよ。消えんのが早い。さあ弾を吐いてて、うっ、さあこれはワンチャン、ワンチャン、ゲージがない。あっと、しっかりその陣中読み。だがゼロドット、もう一回、今度は黄色いフミフミ。あ、ほんとヤックンさんから、はい、富永、あのデミーと多分ミノルさんでしょうね、はい、ミノルさんとやっといた方がいいよと、ありがたい情報をいただきました。じゃあ後でちょっとの試合で見かけたら入っていきたいと思います。おこのラウンドは打って変わって浦島さんがジャロさんをボコボコにしてるぞ。おお、ディープに昇竜拳打ってきましたよ。昇竜拳、あれ見えてたんですかね。いや、相手神の目です。神の目で多分見てますね。なるほど、やる。さあ開幕順大決めてって、奥攻め、バックステル警戒。おっ、あーまずい、これはまずい、言いたいのが入って、さあ無理をしない、無理をしない。浦島さんが今の勝利権決めた瞬間に安全運転モードに切り替えました。切り替えました。さあ苦しい、どういう風に崩すか。さあちょっと今ヒヤッとしたけど、とりあえず EX で仕切り直し。さあ逃げる、無理に付き合わない。おお、マジか、しゃがみライパン置いてあった。できる、ジャロさん、メガに次、このボリューム3の次、はい、平成生まれからの資格、はい、ボリュームチュンリー、ボリュームチュンリー。さあ年末できてなかったから、はい、もう今日は明日としっかりやっていくと言ってました。あのもう半分減ってるんですけど大丈夫ですか。ボリューム君頑張って。うわ、ボッコボコ、一文字が強すぎて、一文字が全部通ったぞ。さあ埋めるとブローが入ってる。さあなんとここでまた秘密の情報が、はい、先ほどヤマトラさんはですね、はい、東武練馬の最終兵器だったんですが、はい、このボリューム君、あの東武練馬の新兵器らしいですね。新兵器、ヤマトラさんが最終兵器だと思いきや、実はまだ終わってなかった、はい、新しい兵器を用意しているんだと。こっから、こっからボリューム君が新兵器として、はい、東武練馬の新兵器として、あれ、ボリューム先輩大丈夫。おこれは、さあブロったら中足なんだろうと、どうせお前ボタン押すだろう読みの。さあこれはいい状況で3ラウンド目迎えたぞ、ボリューム君。さあどうする。さあしっかりガード、落ち着いて、うん、下室、前ジャンプ下室とかってさ、マジ殺しに来てますね。さあ切り返して、さあ奥田さん発見、うまい、あっと、がこれはうまい、ここの、いやー、東武練馬大根でしたね。さあここで登場がミセスモロ、ミセスモロさん。さあまさか、まさか新兵器がここで倒れてしまうとは。だが三上さんもクーペに向けて結構仕上がってるんで、仕上がってますね。いつもはエンジョイムーブだったんですけど、はい、今日はガチムーブでしたね。ガチですね。さあだがこれは、あ、三上さんちょっとやりたい放題になってる。さあここから弾を発動してクイックは取れず、そしてこれは全部表になってるが、ここはうまい、うまい、
逃がさない、その上りハイジャンプジャクパン、やる。さあ逃げれない、今の連携は強い。お、さあちょっと空対空もつれた。あれを投げブロックできるのがねすごいな。さああくまでこれ泥試合に持っていって上空だって感じなのか、浦島さん。オロやっぱ近づきたくないですけどね。そうですね、結構緊張感もらった瞬間の絶望感。ほんで相手前か下入れてますからね。入れてますね。俺は近づいて殺すよりもしっかり立ち回って安全に勝ちたいが、これ俺のスペックなんでね、難しいですね。そう簡単にはいかないと。そしてあの円柱パン、適当に中パンを打ってもいいし、離れたところでも円柱パンになるというね、多分最強の。おお、ここはちょっと遅れた、波動拳を入れてある、遅れましたね、波動拳だ。さあファイナルラウンド、ゲージ状況的にはこれ三上さんの方が、おお、さすがにこのパスは逃れられない。さあ EX2 チンからのしっかり立ちガード、おっ、これです、中パンをオートで金中パン。さあ竜巻は、おお、スタンチ最強、スタンチもやばいし体力もやばい。さあ EX2 チンを吐いてヤギョ玉画面は、え、すごいすごい移動性能だ竜巻。あった、さあ下風呂、勝負の下風呂。さあここからゲージないよ。さあ竜巻旋風客、これはちょっとミスったか、三上さんの勝利。ニートさん、ニートさんお願いします。ニートシーン、ニート、はい、ファイナルボス、ゴー、オッケー。さあこれで森川さんが入って、はい、まあでも森にエキシビとかになっちゃったら、まあ森には別になしでみたいな、そんな感じでいいか今日。なるほど。さあ13人目ニードシーン、ちょっと、さあこれ三上さんのユリアン戦どうなんだろう。あんまりでもそんな苦手なイメージはないな。てか2015年もニートシーンをあまり見なかったので、はい、そうですね、2016年はニートシーンレアキャラなんでしょうか、どうなんでしょうか。昨年に引き続きレアキャラになってしまうかもしれないし、あ、でもやっぱニートさんは俺たちのニートさんなんで、はいはい、期待に応えてくれるんじゃないでしょうか。なるほど、今年は2016年ニートさん期待。さあこれは、はい、おっとタックルが出なかった、なかった。さあ縦を抜けたぞ、おダッシュダッシュ、肘恐ろしい、しっかりガードしてる三上さんも強い。さあだがここはあった、うわ、相打ち OK、 あ、持ってる、かっけえ、抜けていく、できる、開幕、うまいな。やっぱもうニュートラ投げ一つでもう分かりませんからね、オロのこのゲージ状況。さあこのラウンドはミュートの逃げ技置きが結構機能してるぞ。だが相手はこの破壊力を持ってるオロ、分からないし、さあ投げの抜け方がうまい。なんか画面見てるだんだん酔いそうになってくる、なんかもうちょっとあれねなんか上下にガクガクしてて結構なんか画面見すぎてるとなんか気持ち悪くなってくれて、あんまり見続けないように時々目を外して視線を外して、ご視聴の皆様もお気をつけください、ね、気をつけてくださいね。うわ、うまい。さあ下段入って肘タックル、ダイパン、もう1枚溜まってる。そしてテリブルが入って、テリブル3回4回はさすがに欲望のテリブル、だが中盤が入ったぞ。中盤、さあこっから2回からどうすんだこれ、ガーフに行った、
2人のダンスが やばいぞ。レバート、さあ今上張りじゃないから潰れちゃった。さあこれでクイックは取れず、さあ終わらない。さあ EX 日比リンからの最強キャラ、最強キャラじゃんこれ、最強キャラ超強いじゃんこれ。宗像さん、いやまくったー、すげえぞ今、すーごい。さあ三上さんのコンボが光ってる。そして俺プレイヤーの多分あれですね、星ですね。はい、宗像さん登場。はい、さあ宗像さんから先ほどわらび餅をいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。さあただ先ほどとある情報筋からの連絡によりますと、宗像さん意外と同キャラ戦が苦手かもしれないというね情報が入って、そうなんですか、もしかすると、はい、三上さんに部がある可能性が、なんと分かりませんが、俺は同キャラなんで、ね、はい、さあここはちょっと確かに今ちょっと体力勝ってるな、勝負にいった三上さんだ、勝負にいった、おこれは確定、これは確定ですね多分。ブロ硬直を投げる、未能力だってブロれないもんな。さあ落ち着いてる三上さん、探しにカクカクムーブだ。さあまたしてもしっかり見てるユリアン戦と同じかそれ以上に画面が揺れております。ご視聴の皆さんはちょっと注意してくださいね。さあ玉はめいった、玉ではめてって、さあフルマラソン完走 42.195キロ、しっかりしっかりしっかり完走して、さあこれは分かりません。お互いこのぐらいのゲージがあれば中盤で、あーっとだがここははめに行けず、行ける、行った、さあこれゲージ足りんの、レン、さあブロったけど2発目はできんかった。さあこれはこっからピヨッタ帰ってこなかった。三上さんからこれ難しいんだけどっていう言葉をいただきました。でニャバン、ニャバン来ました。さあ来ました、フランス勢、あフランスからお越しのニャバンさん、はい、フランスからお越しのニャバンさん、ニャバンさん、うわ開幕釣られたクマ。さあフランスにオロはいるのか、いるのか。さあ開幕、おわこれはこっからハメに、お、さあアルト抜けてしまった、ちょっと今のは謎だった、クイック取らない方がいいのか、お繋がった、できる、後ろから日輪が追いかけてて、さあニャバン近づけない、このまま終わってしまうのか。さあ一発当たったぞだがゼロドット、強い、うわ、ダッシュ見てから鬼山余裕でした、辛草出てましたね、辛草出てた、出てました。さあ遅らせた、さあ通ったぞ、デンデンからのデン、ちょっと届かなかったが、なかなかいいダッシュだ。さあ釣りで2段ジャンプ、おおマジかよ、何あれ、なんだ今の、マジで弾残ってんだもんな。ああそれを待っていたと言わんばかりの台形だった。そしてもう一回、最強、あーピヨちゃった、最強キャラですねこれ、最強キャラ出ました、最強、タロキチさんお願いします。海外勢をボコボコにしてしまうという。さあ続いて登場タロキッちゃん、タロキッさん、タロキッさん、あでもなんだかんだ言いながら、はい、順番が5分になりましたね、14人目対14人目、ね、さあタロキッさんのゲージ溜めてって、さあ1本止まったぞ、あいいわ中パンツで、おあっ
あのね、上りのね、ジュンチュ強えんだな。さあ、このガフは無理。うわー、登ってる。見えない。踏んで踏みまくって5フット。さあ、強えぞ。今は無理だろう。うわから発動してってクイック取れず、さあこれは全部表だが、おボタン押しちゃった、ボタン押しちゃった、どんだけ、うおーマジで暴れていった。あやる気、殺気がみなぎっております。殺気がみなぎっております。タロッチさん、次のラウンドも考えてゲージを温存するのか、確実に使っていくのか。さあ入れないですか。おー、これはいい状況。ゲージ温存して最終ラウンド。さあこれはタロッチさんの理想的な展開になってるが、宗像さんのゲージがね、中間が当たればこれもまた終わってしまう。さあ投げられてもからの画面をしっかり二択をガードしてて、ちょっと足投げ通って、さあ画面端、ここはきついぞ。上入れっぱ、ここは危険察知能力も高い宗像さん。おっ、おっ、おっ、さあ踏み踏みをちらつかす、おっ、うまい、さらのでしっかりしゃがんでる。おお、うっから、足払いから球、うおー、これは戻ってきちゃった、やばい。さあだが圏内入ってる、あーち飛んでっちゃった。タミヘ、さあやってきました、本日2回目のオール同キャラ、はい、はい、そしてタミヘイさんですね。タミヘイさんです。タミヘイさん早速なんか自ら画面端に行きましたけど大丈夫ですか、はい、これはですね、タミヘイさんは東京切ってのオロですから、はい、しかもそんじょそこらのオロではありませんからね、タミヘイさんの場合は、はい、そうですね、ほんと。さあ東京をひどい目に遭わしてるこのタミヘイさん、はい、これ SA がなんか違いますね。タミヘイさん天狗士ですね。しっかり遠征勢にも、あれ2番って何でしたっけ。 SA2 番、2番が玉で、これが3が石で、あ3が石で、そうそう、おー減る、オロ投げが減るんだよな、オロの投げが。わー、タミヘイさんゲージなくなって、宗像さんワンチャンボタン押したら持ってかれて、おお、ここは発動していくんですね、ここは発動していく。さあ動画弱い引きが弱かった。さあみんなすごいですね。そうですね、後ろですごい道具が弱いとか、そう、あの俺全然わかんねえんだけど、はい、何が強いのか何が弱いかわかんねえんだけど、なんか天狗士出した時に、うん、おもちゃとか、うん、あのいろいろあるんですよ、岩が飛んでくるとか、なんかレンガとか、あ岩あるね、レンガで、おもちゃ確かそんなに攻撃力高くないんですよ。そうなんだ、へえ、おもちゃがダメかと言ってる間にタミヘイさん勝利。強調してさ、動画に残っちゃう、動画に残っちゃう、あ、いや、そうか、続いて当時のナミティさん、やった、店長からさ、お許し出たからさ、はい、いいかなと思った、お許し出ちゃった、まあいいんじゃないですか、タミヘイさん負けたことにしてた、さあナミティさん、もうこんなんいいじゃんねえっていう、もうひどい、いやもうだからさ、ひどい、いやいいよタミヘイさん、あの負けてもいいよタミヘイさん、いいよ、あのナミジンさんと Y3 さんの方が見たいじゃん、てか強えんだけど。さあ技が噛み合う、タミヘイさんの振る技が、おおマジで差し込んでたけど消えちゃった、そしてダブルアップ成功、あれ
これは最大取りに行く。そしてワンコンボで死ぬところまで。だがダブルアップをしようとしたが、そう簡単には。このキャラどんだけ強いんだよ。マジで。ざっけ。ケイちゃん。処理部隊出てきましたね。ね。ケイちゃん頑張ってくれ。さあ。これもし負けたら、はい、もう富永さんとムーサしかいないこっちは、はい。今日は辛いぞ。ケイちゃん頑張ろうぜ。さあ溜まった。ゲージが溜まった。マジか。さあ発揮発揮。ゲージを溜めて、これは確定。電撃切る。さあお叱りの言葉が飛んでおります。さあミセスモロが切れてます。てめえ人中ばっかやってんじゃねえよと。先ほど同じチームだったんですがめっちゃ切れてます。切れてますね、ミスターモロ。あ、さあここは中盤しかブロってって。さあ発揮しゃがむくらいだが、これはさあこれは運がいいぞ。さあバックステで逃げてって、うまい。前からの前。まあなるほど。おお、できる。ケイちゃんありがとう。ワイスリーさんお願いします。だっていうことはヒット確認して、めっちゃ喜んでます。応援に来ました。めっちゃ喜んでます。はい。はい。対するは16人目 YSB さん。さあ YSB さん。俺はケイちゃんとやる前に、はい、ナミジンとやって、そして勝ってケイちゃんとやりたかったと言っておりました。はい。さあここは YSB さん頼りリードしているが、しわしこよく戦。さあだがゲージがなくなって体力は若干 YSB リード。さあ暴れる、うまい、うまい。コパコパ色投げ、そして投げ。いやー、ケイちゃんやっぱりクーベレーションに向けて最終調整出来上がってますね。いい状態、ケイちゃんうまいぞ。ヒューゴーに対して結構近距離戦でやりたくないんですよね、やっぱり近くでもゴタゴタしてるとぐるっと回されて終わるんでね。はい。おっ、これはパームからハンマーマウンテン。さあ、パームおぉ、ビオタン、デン。いやパーム2回からモンラリーやーる。さあ、ファイナルラウンド、ゲージ状況としては悪くない。さあだが、ボディープレッシャーが通ってハンマー、スタンチ。次はおぉ、ここはたまらず放出してって仕切り直し。さあ、こっからこれは入った、すげえ確定っぽい、確定ですね。さあ、うわ、言ってた。そしてこのゲージがすごいことになってる。さあ、ここはパームのスカリに中足が入って、でん、おお、強え、ぴったり。マッソ、マッサン、マッサン忘れてた。さあ先に副賞を出す出たのはツーピンチーム。さあケイちゃん強いな。取るのあれ、しっかりブロって。さあちょっとやりづらそう。赤風呂醤油暴れていく。読みが冴えますね、マッソ。マジか。そして移動投げ、上からマスト。上からかなり苦しそうですね、あの段階 で、ね、上からプレッシャー。ゲージ1本溜まってるんでですね。大きい相手だとマジか。うわと出さないで投げ、抜けれない。投げてもう一回、うまい。相手のリーチがすごい、中継暴れ。さあこれでもう分からなくなっちゃった。頭蓋、うわー、追いつく。全部仕込んである。熱波仕込んであった。俺か。はい、副賞対決。
富永対マッチ、角部前の最後の戦いになるかと思いますけど、まあ、富永さんはかなりマッチさんを苦手としてるかなとは思うんですけど、まあ、大会前ということで、はい、何かしらの布石というようなことも考えられますから、はい、もうここまで、ここである程度自分がどこまで手を見せるかっていうのも読み合いになってきますよね。ありますよね。さあ、パン、大パン埋めていく。わあ、ちょっと煽る余裕も見せて、マッチ号機が1ラウンド目、富永さんは正中戦ですね。もう号機戦はすっかりと、はい、正中でいくと、はい、裏回っての投げ、はい、これはチャムネパに東からちょっと安くなったが、立ち向きでゲージを貯めて、カラクサ、ほら厳しい、富永取り返して、さあ共にゲージはマックス、グラップしている、ダッシュがよく見えているか、さあお互いの間合いの取り合い、投げ手が面し、膝から、さあ膝メップ入って、ピエ、剣は見えてる、はい、さあ壊し、正中線届いて富永勝利、大将モニーです、よかったんですが、さあこれ、はい、あれ今年一発目じゃないか、あ、一発目か、はい、だよね、まあ、あの年、そうだよな、じゃあ大将に出るのはなんと店長自ら、はい、店長自ら出陣、さあ見えてる、誠伝え走り込むとすぐバックジャンプするんですよ、はい、まあ強いんでね、ジャンプダイパンとかが、おっと繋がらず、あ、これはテールな感じですよね、これ、これ死にましたね、これでも剣体力あるから死なないんじゃないの、はい、これ、バン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 、あ、ほんとだ、さあでもきつい、いやー、あ、しか言ってないですよ俺ら、あ、コメントもあーしか書いてないです。あーですね。あー、もうこれも。これもまだギリギリ。まだ、もう無理だからね、これ。そう、誠のしゃがみ中継だけで多分詰めます。はい。さあ、エキギリでしたね。エキシビション。はい。エキシビションはムサのゴーフですね。はい、ムサは、はい、なんかこの間ニュートンで誠戦教えてって言って教えて、なんか空陣結構使って、当たった後に、まあ、あの空陣って地上に繋がりにくいから、ちゃんとヒット確認するんだったら勝利から滅波にした方がいいよって教えてたんですけど、ちょっとそれをちゃんとやってくれるかどうかちょっと楽しみで、でさっきやってないの文句言ったら、なんかバナオストゥーピーズとか言ってずっと言っててごめんごめん、バナオストゥーピーズとか言ってそこにバナオさんを持ってくる、バナオが、うん、ちょっとバナオに初め習っちゃったからね、それは良くなかったのかもしれないっていう、いやこれはさすがに土佐でいいんじゃないって思いますけどね、向こうもその方が喜ぶと思います。さあエキシビション、ドバイゼンムサです。ムサ結構空陣の当て感が良くて刺さってるんですけど、なんか壊しに繋がんないみたいなすんげー多いんで、
さあワンチャンワンチャンプンプンしますねこれ。さあさあカス、さあムサがカスカスと喜んでます。ムサにね日本語教え出してちょっとねひどい言葉ばっかです。大丈夫死なないよ。あれは死んだわ。ゲージ逆見てた、ごめんなさい。使わないでしょう、てか使わなくて取れなかった。いやー、あーあれは弱突だとっていう話ですか。弱突ちょっと遠いとね繋がらないんですよね。あ、まあ、弱突だとつまきでもダメ。まあ大竜巻でちょっちょってやって、まあでもあの体力差覆すのはまあかなりきついので、気持ちとしてはよくわかりますね。はい、さあうまい、これはワンチャンあるぞ。あ、いや大丈夫です、これは死にません。だけど普通に次の夢やで死ぬんですけどね。これも死なないです。さあワンチャン、あー、いやこれは全然あるぞ。いや、あ、さあワンチャンあるぞ。おー、さあムサインタビュー、インタビュープリプリフリナガカス。さあさあカスと言っております。ふざけんなこのクソゲーマジよ、どうなってんだよこれキャラさん。いやクソ弱いやつ使ってるからですよ。ということで、はい、本日の東西戦はこれにて終了と、ということで、じゃあ皆さんちょっとクーブレーションまで、そうだね、はい、ちょっと盛り上がってるんで、はい、これからやっていきましょう。はい、のじあい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。